一般的な H 型五速 MT のシフトパターン。車検上はこのパターンをノブあるいはシフトレバーの周囲に表示することが義務付けられている五速。マニュアルトランスミッションのシフトノブ。純正ノブに多いガングリップ型である。アメリカで1960年代に大流行したビッグダディロス、ブラッドショットイボールの眼球デザインのシフトノブ社外品に交換したシフトノブ及び シフトパターンを示すためのプレートシフトノブとは、トランスミッションのシフトレバー先端にある取っ手である。シフトノブの他にギアノブ、ギアシフトノブ、スティックシフトノブと呼ばれることもあり、単にノブと略される場合もある。トランスミッションに接続されたシフトレバーはしばしば無垢の金属棒や金属パイプとして制作されるため、人間が手に触れるインターフェースとしては、不適切である。 シフトノブの主目的は人間が手に触れる人間工学インターフェースとしての役割を果たすことであり、プラスチック、ウレタン樹脂、木、金属など人間の手触りを考慮した様々な材料で製作され、玉型、ガングリップ型、棒型、T 字型など様々な形状のものが存在する。車種によっては高級感を演出するために皮巻き加工を施したり、 そのトランスミッションの操作特性に合わせて、シフトノブの内部に鉛などの重りを内蔵して、ドライバーの操作力の軽減を狙っているものなども存在する。いくつかの古い車両のシフトノブには、オーバードライブ機構を作動させるためのボタンが、MT、AT 問わずに取り付けられている場合もある。一般的には、メーカー純正のノブ形状は、保守的な傾向があり、 マニュアルトランスミッションの場合は、ガングリップ型や球形、オートマチックトランスミッションの場合には、T 字型のノブを採用することが多い。しかし、社外品の世界においては、人間工学上の合理性を追求したものから、ドクロや水中花の入り、水玉模様の非常に長いクリスタルノブなど、高等無形な形状のものまで、無数のデザインのシフトノブが存在する。 モータースポーツ志向の強いメーカーのものは人間工学上合理的な玉型を選択することが多い。また人の手に常に触れる部品のために夏の暑さや冬の冷たさなどの不快感を軽減するためにジュラコンなどの熱を保ちにくい素材が用いられることもある。球型は人間の手の中でピロボル的作用を果たしての力を無理なくシフトレバーに伝えるため よりクイックなシフト操作を望むドライバーには、ショートストロークシフトレバーと併用して、これらのノブを使用するものも多い。しかし、それとは、対照的に大型自動車などでは大型で重い、トランスミッションのシフト操作力を低減する目的で、あえて非常に長いシフトノブを装備して、ダブルクラッチを行いながら、テコの原理でゆっくり確実に叩き込む手法を取る、ドライバーも存在する。 シフトノブ自体は、シフトレバーに刻まれたおねじにねじ込まれているか、レバーに差し込まれてビス止めされているだけなので、既存のノブの形状に飽き足らないものは、自分の手に合ったノブを自作する事例などもある。旧車のレストアにおいては、経年劣化でボロボロになったシフトノブを皮巻き補修して、再度使用する事例なども見受けられる。このように、最終的にはシフトノブの形状や、 長さ、重さは、各々のドライバーの操作手法や見た目の好みによる部分が大きくなるため、様々な形状を試した上で、自分の操作手法に合った最適なものを選択することが望ましい。なお、日本の車検制度上、マニュアルトランスミッションのシフトノブには、ノブ自体あるいはシフトレーバー周辺にその車両のシフトパターンを明記することが義務付けられている。 純正シフトノブの場合は、シフトノブ本体にシフトパターンが刻印されるが、社外品のシフトノブは、デザインや汎用性を重視して、シフトパターンを刻印しないことが一般的である。そのため、シフトノブを社外品に交換した場合、当該車両のシフトパターンが明記されたシールや、プレートなどを別途用意し、シフトノブ周囲に貼り付ける必要がある。 5MT 車に 6MT 車用のシフトノブを付けたりまた、その逆のパターンなど、ギア数とシフトノブの表示が異なる場合は、車検不適合となる。警的と同様に、保安基準に適合不適合となるような明確な基準は存在しないため、自作や手書きのものでも検査官の判断によるが問題はない。ありがとうございます。